これ大丈夫。大丈夫。こんにちは。こんにちは。つうことでね、今日も早速、はい、心身の進展行きたいんや。心身の進展ですね。はい、自転車来てます。こまっすぐ。めっちゃ忙しそうだけど。うん。大丈夫。いる？仕上げからの。ちょっとどんな顔すか。心身に、うん、進展ができまして、はい、まあ移転という形なんですけども、すごい名前がないと、ね、コモンド町。コモンド町。カタカナじゃねえよな。いや違う違う、カタカナじゃないよ。古いゲートに飛び、あのゲートカタカナ？ゲートへ門。うん、古門、うん、古い門に、と、小口の子、なんか、なんていうの、この。と、とね。と。一と二と。そうそう。おどのおね。八の辺の辺。おどのお。おどのと。おどのと。うん、おどのと。おどのおは小さいやろ。あ、そうか、ごめん。うん。これ突き抜けていいの？これ、右行きましょう。あ、ごめんなさい、ちょっと今、退入ショコラ。退入ショコラが入ってますね。喋っときましょう。退入ショコラがね、入ってますけどね。入ってる間に喋っときましょう。大変ですね。まあ、コモンド町っていうとこに新しく、はい、昨日オープン。今日じゃない？ごめんなさい、今日だ。今日。26だけど。226。うん。2月26日。今日オープンよ。まあ、多分これ上がるのが3月ぐらいになってると思うんですけども、ショコラ。ショコラ。今日ですよ。はい。今日で、なので、もうちょっと、新しいお店なんで、せっかくだからお邪魔しようっていうことで。バタバタなんじゃないの？バタバタです。だからもしかしたら、取材できないかもしれないんだけど、今日この後あの、我々、テレキューたくなる、はい、土曜ゴールデンの、うん、があるんで、その前にちょっと時間がね。食うんかな？これちょっと我々もね、意外と、矢野さんの家から、今役員に作業場まで来てもらったんだけど、はい、遠いな、やっぱね。遠いよ、混んでるし、ね、この時間めっちゃ混んでるし、うん、意外と時間ないね。でも行って食べないっつうのはねえと思うよ。いや今日急に連絡来たやんか、うん、飯食っとったやんうんうんうん、うん、でも今お腹はもう完全に満たされてる、ね、満たされた状態ではあるっていうのだけお伝えです。あ、家族のご飯なんです。急遽、いやもう今日家族でもないのよ。今日タクナルだから、うん、俺遅くなるよ、うん、だからもう一人でもタクナル前に飯食って。いやでもほら、それも置いてくれよかったじゃん、ご飯は。いやもう食ってたよ。あ、食ってる最中にもう。いや、ちょっと早めに、俺その前ラッキーワゴンだった。うん。で、矢野さんが、ウィッシュプラスよね。はい。だから結構早めに終わると思って、まあ、2時間空いたんで、はい。あ、これチャンスと。うん。時は金なりだね。うん。したらなんか、いや、まだすぐは出れんとか、うん、もちゃもちゃ言うから。いや、それ出ないよ。で、洗濯もしてるし、娘迎えに行かないかし。なるほどね。全部回して、ちょっと飯食って、食ったら娘を迎えに行って、バットタイミング奥さんとバ、こう、チェンジね、バトンタッチっていう。確かに。まあお子さんがちっちゃい。そうそうそう。ごめんなさい、もう私はもう、その辺。フリーマンですよ。そうなのよ。何にも縛られてないから、ね、うん、仕事以外は。金に縛られてるって。そうなのよ。金に縛られるって言うんですよ。口を開けばやっぱタイムイズマネーっていう。うん、タイムイズマネーマンでしょ。マネーマンです。うん、で、はい、まあでもちょっと顔出して、ちょっと店の場所とかね。そうですね。店の中とかを、行きたいんだけど、うん、まあ、ちょっと見に行こうか。5時オープンぐらい。あ、あれか。もうランチもやってんのか。あ、夜だけやったっけ。いや、これはちょっと、そう、わからん。でも、いや、最初は夜だけかな。みたいなこと言ってた、ね。言ってたよ。まあ、その辺も調べて。うん、で、まあ、おすすめしてんのが、4月から博多座なんでね。うんうん。博多座のものすごく近くなの。大倉の目の前。目の前。右斜め前ぐらい。うん、で、博多座を4月、よかったら、まあ、見た後に帰りに寄ってもらうとかね、うん、してもらったらいいなと思って。まあ、全国のキッズの方も。そうです、ね。まあ、今もう、それこそ、天神とか、博多とかはもう、信じられないぐらい並んでるもんね。小倉もあるしね。この間、パルコのとこ行ったら、やっぱ極み屋のハンバーグと二大巨頭やったね。あ、パルコで、ね、うん。もう、びっくりしたよ。デイトスも並んでる。デイトスもすごい。
だからまだ意外とこう穴場の紳士。そうね。うん。古門戸町やからね。古門戸町で、まあ場所的にもちょっとね、あの、なんでしょうね、まあでも近いっちゃ近いか、あそこの。あの山笠の周り止めのところの近くね。じゃあなんだかんなんだなんあれ冷泉公園帰りにもまあでもランチを最初やってないから夜になっちゃうか。そうね、夜になっちゃうか。その辺もさっき新さんに行っていいですかっつって、うん、あダメな時のやつそれダメな時のやつ言ってましたので大丈夫ダメですよ、いやダメですよそれ大丈夫です今日と思ったと思うよ、うん、ちょっとバタバタしとけまああのうんっつってたからダメやろそれ心よく OK いただきましたねいや無理やりやろまあ僕今週土曜日からもう東京の方にこう行ったり来たり稽古で行くんで、うん、あ撮れないんです YouTube が。ああ なるほど。なんで今もう、そうですね。隙あらば、もう今日テレキューの楽屋でも一本撮りたいなと思ってます。何撮るの？じゃんけんでもする。誰が見るの？ただのじゃんけん。これ入ったら、売れるやつやろうか。ゴミ箱あるから。ゴミ箱しかないな、あの楽屋。でもそんなに距離もないしさ。でも意外と短い距離で、ほら。まあプレッシャーっちゅうのがあれば、うん、何でも入らんくなるからね。そうなんだ。どの距離でも、うん。それやろう。そういうのも含めて。今、西通りですね。いや、渡辺通りです。あ、ごめんなさい、間違えました。渡辺通りです。ちょっとぼーっとしてました。渡辺通り。渡辺通り。渡辺通りですね。右に、私が買ったレクサスの、ああ、そうですね。お店がありますが。で、まあ、動線で言ったら、これ矢野さんのこれ借りていいですか？はい、どうぞ。何を見るの？いや、せっかくなんで、ちょっと、今の天神をね。はい。はい、2カメ？ 2 カメよ。あら、すごい。ですね、今、まあ、役員の方から、渡辺通りを、北に、北上ですね。これ今九州を離れたね、うん、方もいらっしゃるじゃない。ああ懐かしい。ビッグバン知らんね、福岡出身の人もいるやろね。そうそう。だからちょっとあの今いよいよあの福ビルとコアのとこがもうガワタンができてきたんで。はい。これあの大丸ですね。でこっちがイムズがなくなってっからね。あまずイムズがね。イムズがなくなってっから、ね。イムズが見えてくるよ。うん、イムズが あそこはもう目印みんなもうね。うん、愛玩。そう。天神愛玩。もうこれが今北極星みたいになって。そうです。愛玩だけがもう変わってないんで、愛玩を目印にみんな今移動してる状況です。はい。これがちょっと混んでますけどね。これ渡辺通りが混んでます。これもう、まあ、はっきり言っちゃえばここ今、イムズ、実はあったところにもイムズないんですけど、今ちょっと街路樹で。これじゃなかったか。いや、イムズはもう愛玩ビルの、あ、そう、手前、奥か。これ、ほんとあるあるなんだけど、なくなったらわかんなくなる。ここにもどでかいビルあったもんね。これ、奥見えてんの、これ、区役所なんですけど。うん。あ、市役所だ。市役所。じゃあ、市役所。あれ、市役所。あ、あれ、あれ、ベスト電気って書いてるよ。あ、違う、その手前はあれ、市役所や。市役所。福岡市役所や。うん。どっか右か。もうそろそろ一個右に行きたいね。ちょっと。腕の見せ所よ。粘ればいけるからね。はいはいはい。サンキューね。サンキュー。ありがとうございます。この時間混むなぁ。混むね。さあ、今の天神が県外に出られた福岡県民の皆さん。はい。もうできてきてますよ。これもう今どこを映してるかわかんないんですけど、皆さん、愛玩ビルを頼りに。あ、ここがイムズでしたね。愛玩のこっちがイムズだったのか。もうないよ。もうないですね。もうないよ。何もない。イムズはございません。皆さん、愛玩ビルがここにあるということ。ここがイムズだったよね。ここイムズ。ここイムズの奥、で、奥が皆さん見えてますか？この天神湖は。この。できとるな。できてますね。これできとる。黒い化け物だよ。でもなんかさ、福ビルとさ、コアがあった時の方がでかくない？なんか1個になってちょっとちっちゃくなってない？いや、多分もうまだ作りかけじゃないの？これ上にまだ。あ、まだもう上行く？あるだよ、まだ。いや、俺これだと低いと思ったんよ。
いや、アイガンビルもバリ高いけん。いや、前よりは高い。アイガンビルそんな高くないよ。いや、あれ11階か10階まであるんだよ。俺ここでコンタクト買ってたわ。いや、矢野さん、東京のビル見たろ。福岡は控えめやからそんな高いビル建てない。いや、違う違う、福岡の中ででかいってこと。あ、まあね、それ東京に比べたらそら、うん、あれはもう外国や、あれ、うん、今の天神ですね。で、もう奥の方もどんどんビルが建っていって、パルコもあそこの変わるっていう噂もありますしね。まあ岩田屋やった時からのビル建物らしいからね。古いんですよね。老朽化つよね。もういいか、しんしん。え、今の福岡をお伝えして終わる？さすがにしんさん言う、もう呼んでるわ。え、わざわざ来てもらってんだよな。ごめんなさいっていう。まあいいけどな。あ、シンさん来てもらってんの？そうだよ。あ、出てなかったの今日。うん。あ、そうなんや。呼び出し、ね、呼び出しはちょっと行かないかな。呼び出し。さあ、こちらアイガンビルからこれができとりますな。で、これまだ高くなるやろね。でもね、いや、そうやろね。さあ、こちら来ましたね。こちらがパルコで、明治通りですね。で、昭和通りを右です ですね、はい、事務所の方ですね。皆さんも場所をね、覚えていただけたら、こちらの郵便局のとこを右ですね。よいしょ、はい、パルコを過ぎまして、ミーナ天神ですね、はい、隣に私がこのモンクレールを半額で買ったパルコですね。あ、そう、半額ってことで別に欲しくなかったのに買っちゃったって。いや、もう焦ったよ。それもう本当、何の仕事してんのっていう人が買うもんくれるじゃないですか、ね、ついつい半額に中洲とかで、中洲とかで、そんなスパイシーな、ね、スパイシーなさ、ほっそほっそジャージー。いや、これでも S でね、うん、ずっと売れてなくて半額やったよ、うん、してちょっと貼ってみますって言ったら、店員さんが入ったっつったよ。いや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 、それはもう、なんで半額ですっつって。高いから半額の額が、あー、でかいってこと。でかいよ、10万ぐらい、マイナス入ればっていう。で、買っちゃった。あ、だって派手なダウン探しに行ってたのよ。でももう条件がさ、もう、あ、まもなくですよ、もう。え、この昭和通りで、はい、越えまして、で、今目の前に大倉が見えてるんですね、こちら。はい、こちら大倉ですね。はい。これを、もうちょい行きましょう。もう行きましょう。行きましょう。はい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 。こちら大倉。はい、この大倉を越えて右行ったら博多座なんですけども、この道路沿いにあります。なんだったら、これ沿いです。これ左。もう見えてます。ああ、めっちゃ花出てる。花が出てます、ね、めっちゃ花出てるわ。花出てます。俺たちも送ればよかったな。いいやろ。え、これ行くのが花やろ。おい、天狗やな。誰がローカル天狗や。天狗やな、おい、花出しよかったな。こういう位置関係ですね。こう大倉で、その奥に見えてるのこれ分かるか、博多座。これリバレインって書いてるとこが、うん、奥が博多座で、シンシンが、あれシンさんじゃない、見せてマスクしてる。ああ、シン半袖で、シンもいるかもね。こっちにシンシンがあります。なので一回車を止めましょう。80回ぐらい切り返してんな。ちょっと裏に止めましたが、はい、矢野さん、さっき80回ぐらい切り返すのか。そんな切り返してないわ。40回失敗にすんな。腕上げたね。ちょっと右ですね。おお、古門戸町のマンションですな。矢野さん、時間ないのよ。あ、ごめんなさい、マジで。おめでとうだけ言いに来ましたっていう、うん、そのスタンスよね。そのスタンスで。まあ、でもちょっと時間あるんで、矢野ちゃん食っちゃっていいよ。いや、言ったな、俺飯食った。やっぱ、爆食のやつ。お前は？
お前飯はどうなの？食べたいよ。何時行ったの？3時ぐらい。いや、俺だって。に、あの、ロケの、あの、うどんとカツ丼のやつ食った。全然腹減ってない。俺4時過ぎないの？ちょっと待ってよ。こちら、大倉。大倉の交差点を、こっちですね。出てますか？はいはいはい。おぉ。うわうわうわ、今日オープンやけんね。ちょっと茶色の、シンシンは青だったけど、こちら、あ、茶色の、なんか街の雰囲気にマッチしてっていうことで、出したみたいですよ。ちょっと待ってよ。木村さんから話してる。あ、サウスインディアンの木村さんからですね。さあさあさあ、ちょっと待って。うわぁ、あ、吉田の大将もしてますね。クータの大将。うわぁ、名だたるクータの大将。チャンスだ。一回ちょっと見てきて。あのめっちゃ忙しそうやけど。うん。大丈夫。いる？いる。あ、これ BG 消してもらえないかとか。はい、消してください。募集中です。そうです今。審査来たよ。あ、審査。すいません。いや、ご挨拶にオープン。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いいけど、この新次さん痛かいね。いや紹介しようと思って。あ、ありがとうございます。コモンド町でしょ。コモンド町。コモンド町。コモンド島で。そうです。それと正確に言うとコモンド町。あ、コモンド町なんだ。コモンド町はコモンド町だけど、みんなコモンド町っていう。あるあるなんですか。うん。だけどどっちかわからんけ。どっちでもいい。登録はコモンド町。なるほど。新次さん今日。結構バタバタしてる。してる。どれぐらい？100のうちどれぐらい？100、マックス100。あの、100のうち、あの、お客さんはそんなないけど、うちらがさばけてない。あ、なるほど。まだ最初だから。初日だから。アルバイトの方も初めてだから。そうですね。ちょっと中だけ映せるところだけ映してる。BG 切る。おい、閉めるな。BG 切ることができますか？さあ行きましょう。新しいですね。テーブル空いてるから。はい。テーブル空いてるから。どうぞどうぞ。すごい。あ、早速ありますね。飾ってくれてますね。近くの。出てるよ。はい。ありがとうございます。え？もう出てるよ。出てます。出てます。ありがとうございます。すみません。テーブルちゃんも出てるよ。テーブルじゃないわそれ。おい。おい。おい。近いんだよ。おい。シンさん出たことあるわね。シンさんあるよ。出るよ。違う。あ、でも賑わってます。あ、いろいろみんなテンパってるんで。テンパってね。いやいや、もう今夜だけですか。夜だけ。そうそうそう。時間が5時から17時から25時まで。25時まで。1時まで。1時まで。はい。よろしくお願いします。シンさんとペペが腹いっぱいらしいんですよ。何やそれ。何しに来たの？俺今日言われた。黒猫やないっちゃけど。いやいやいや。黒猫が来とったよ、黒猫。いい、スナック黒猫からはいい。俺も4時に連絡来て。あ、なるほどね。1個、なんか何がいいっすかね。やっぱラーメン。味噌ちゃんぽんやね。味噌ちゃんぽん。いや、逆にラーメンじゃん。ラーメンでも前、でも味噌ちゃんぽん前見せたっけ。いやー、どうやったっけな。長いわ。あー、でもメニューは一緒だから。もう1000回ぐらい食べてんだよな。じゃあでもこの間普通にデートして食ったからラーメン。ラーメン？もういいか食わんで。何それ帰ってくれ。焼きラーメンは。あ、焼きラーメン。焼きラーメン。これ全国の人が見てくれる。あ、マジで。あ、なんか焼きラーメンは何がいいかな。明太じゃないですか。あ、何かあるんですか。いろいろ。うん、これね、明太焼き。明太か、その焼きラーメンか、ゴーヤチャンプルー焼きラーメン。一番すぐできるのはこれ。じゃあ焼きラーメン。ちょっと今いろいろ忙しそうやけど、これで。焼きラーメンでお願いします。焼きラーメン。ありがとうございます。焼きラーメン。ほら、誰も聞いてくれない。しげさん、無視されてますよ。焼きラーメン。はい。今3回無視されましたけど。3回無視。聞こえてるくせに無視。シーさんでも今スタってるだけで何かしてるんですか。してない。花をいろいろ置いたりとか。ああ、なるほどなるほど。整理したり。大将だから。いやー、食べたいな。でも結構
あの手だれのメンバーが揃ってるじゃないですか。そうそうそう。S 級揃えて。S 級、S 級、S 級揃えてる。オールスターですよ。新進オールスター。今だから S 級に会えるチャンスよ。新進の。そこそこ見なかった。新進の S 級に。いい感じだと思うんだよ。今日から、今日からですもんね。今日からオープンです。1時までだから、いいよね、うん、5時、本当に17時25時。矢野さんに結構会える店になるやろうね、うん、ああでもね、あそうね、うん、こっちは、ま、斎藤さんでしょ、やっぱ。いや、でも、あのテレキュー終わりとかくれるよね。あそうね、うん、僕、住吉によく行ってたんで。あ、そうか、一人テレキュー終わりで、いつも連絡入ってるけど、入ってた、入ってた、うん、折り返しめんどくさかったもういいやろと思って。大体折り返し俺のあれ好きやけど、もう俺はいいです、いいです、我々はいいです。結構頻繁に行くし大丈夫かな。大丈夫です。来ました、デデー。うわー、めっちゃうまそうに取れるわこれ。みんなラーメンは見慣れてるから、これがもう激うまだからね。やるちゃん、差し上げお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとう、お願いします。はい、いきます。はい、いいよ。はい、おー、いいね、湯気いいね、湯気いいよ。差し上げからの矢野ちゃん、矢野ちゃんからのいや、ちょっとどんな顔してか分からなかった。じゃあ、ここからは、はい、一口どうぞ。え、これもこのままいっちゃっていい？分ける？うん、いき、い、一杯いける？さすがにやっぱ食べないから、はい、よし、ですか。うわ、うまそう。いただきます。いいよ、うまい、うまい、うまい。あ、これいけるわ。いける口。うん。どういう味？あのね、ソース、基本ソースなんですけど、豚骨のスープも入ってて、あのマイルド、マイルドな感じ。でも味しっかりしてる。なるほど。うん。うまい。あと5分で出ないか。あのもうタクナル行かないか、うん、タクナル、タクナル行かないか、やばいと。具沢山でね、イカとかこう、うん、お野菜も熱い。あ、すいません。うまうまうまい、うまいね、うまい、うまい。いや、これ、うまい。あの、飯食ったけど、うまいわ。食えるわ。はい、おはようございます。どうも。松道作。忘れた。マジ食べれるな。うまい。麺もね、やっぱ、しっかり細麺でね。うん、うまい。ありがとうございました。ありがとうございます。めちゃめちゃ忙しい。今、あの、周りとんでもない戦場みたいになって、あの王翦将軍が城見に行った時に襲われて、ちょっとしかこっちがいないのに、そんな中であの戦略練ってた時みたいになってます。ここの周り地面に地図広げて、はい、後ろでここで戦ってるんです。阿公にちょっといいか、ギョイギョイ。あ、うまい。どこ咲いてるよ。それ入れてる。豚骨スープが入ってます。うまいな。今日この後タクナルの後生配信もあるんで。はい。先生、今日忙しいですね。はい。ラッキーは終わんの早いな。はい。何時終わんの？日本撮りじゃないの？はい。何時何時やったの？3時間ぐらいで日本撮りました。ちょっと待って。3時間で日本撮ったの？何をしたの？だって小説も一応するわけよ、軽く。はい。3時間？ 2 本？ミラクル。何しようとより早いよ。はい。ありがたい。1個の場所で2本撮るの？
うん、このあの町1個の町で2本分だからでも2軒だから4軒え何本は応援だ17分ぐらいそれ3時間で終わった2本、はい、すごいな視聴率スペシャル爆発であなんか良かったみたいね、うん、ありがたいですすごいねやるじゃんあと3分よいけるね、うん、うまいこれにして正解よかったうまっあ、ごめん取り合いになっちゃったエビも入っとこうよかけるどうですえ、いつ、いつもそんな感じなん3時間あ、でも店見つからなくて時間かかって5時間くらいかかるときあの、今回からちょっと長回しでテロップあんま入れずにっていう西折ウォーカーチャンネルのやり方でやるからこれ全部ノーカットですえ、流れてんの？はいちょっと西堀さんパターン、まあ、ちょっとあの尺を伸ばして変革をねちょっといろいろすごい現れてるなと思う酒も飲めるけんねここはそうですよおつまみもあるんでね、うん、焼き鳥もうまいよねでおしぼりとってうまっ OK 完食しましたうんそういうことで美味しかったごちそうでしたじゃんけんおばれ取られるかなもうそこも払っておこう一応どっちが払うかだけ払わず財布持ってきてない払うわごめん嫌われるハラハラ財布持ってきてなかったごめんそらそうやないやしっかり着てたわ電票最初はグッじゃあよしおさしょ貸してじゃあ俺もあのペイペイ使えるあペイペイ使えるペイペイ使えるから失礼しましたしんさん、はい、帰りますえありがとうございますもうあの美味しかったです、はい、どうもありがとうございますまた今後ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい休日というかあれはなし休みは日曜日日曜日日曜日が休み OK、はい、休みます日曜以外は、夕方、17時から25時、うん、1時まで、はい、1時までよろしくお願いしますよろしくお願いします新進顧問課長です、はい、ありがとうございましたですあペイペイでお願いしますペイペイではい、はい、ペイペイチャンネル登録お願いします。スーパーゲッチュー、ゲッチュー、ゲッチュー、スーパーゲッチュー。